はい、というわけでですね、今日は、キャンプの下見のために、筑紫野市の辰岩自然の家、というところまで、来ておりますけども、今下見が終わってどうでしたか、久保さん。思っていたよりも施設が充実していたので、楽しいキャンプになりそうだなと思いました。はい、じゃあ竹内くん、はい、今日はテスト中に、はい、ね、来てもらったんですけど、まあ、インターン初日ということもありますけど、どうですか、どうでしたか。福岡県のこんな都会な福岡県にこんな自然の豊かな素晴らしい施設があると思って、知ってすごい楽しみになりました。はい、当日はどういうことに気をつけて準備していきたいですか。まあ、怪我人なく皆さんが楽しんでいただけるように少しずつ着々と準備をしたいと思います。はい、ということで8月22日まであまり時間はないけれども、しっかりと勝利作成とあと買い出しリスト作成しっかり頑張っていきましょうね。はい、はい、それじゃあ頑張るぞ。おー